教育委員会文化財本課でございます。私の方からは2点、ご紹介したいいたしたいと思います。1点目は、雄物川郷土資料館今年の第1回目の特別展でございます。明治を生きた戦学者たちという特別展でございます。こちらは明日4月29日から、夏休みの8月3日まで、開催しております。内容としましては江戸時代から明治にかけて、大変な変化の時代を生きて、現代の私たち横手市の礎を築いた方々戦学者の皆さんをご紹介するものでございます。で、主には、日高の特殊化、忠義な猫で有名ですけれども伊勢大門氏、次に家を守り和歌の道に来た後藤一条ですね。もう後藤一条は横手市出身ではございませんけれども横手で多くの恋を結び横手での和歌の振興に尽くしております。でさらに日高林業を始めました伊藤健吉氏で、あとは渋谷交換会の父として有名な石川陸之助を紹介します。石川陸之助も横手で、いろんな調査を行ったり横手 の東京和会という短歌会があるんですけどもその短歌会で選者を務めるなど横手と非常に縁が深い方でございます。ここでの方々の書ですとかあるいは衣類ですとか調査に使ったいろいろなものを展示します。で合わせてこの他にもたくさんの戦学者の方々がいらっしゃいますのでその方々もご紹介したいと思います。でこの特別展の期間中6月11日には講演会を雄物川コミュニティセンターで開催します。でさらに見て聞いて尋ねて学ぶ明治の戦学者たちということでツアーですね。陸之助の故郷であります片上市方面のツアーと後藤一条などの故郷であります、湯沢市を中心としたツアー2回開催いたしたいと思います。さらには期間中5回ギャラリートークを行いますのでこちらの方にもぜひ足をお運びください。よろしくお願いします。2つ目が、こちらの、横手大好き横手を学ぶ郷土学のテキストでございます。横手市では市内のすべての児童生徒がふるさと横手への関心を持って京都への誇りと愛着を持って次の世代に伝えよう伝えていっていけるようにということで横手を学ぶ郷土学というのを始めております。その郷土学のテキストがこの横手大好き本編と別冊であります横手市の文化財この2冊でございます。昨日から、全ての市内の全ての小中学生に、配布を始めております。内容としましては、このように、各テーマに沿って見開きで、一つ一つ、紹介するという形になっています。横手市全体を対象にした初めての郷土学習の教材でございます。で小中学校の全教科と学習活動で使える幅広い内容となっております。で全ページカラーで図表を多く使って、とにかく楽しく興味を持って学べる構成になっております。で特定の教科でなくても、総合的な学習ですとか自由研究、追加学習にも使えるように発展性も考慮した作りになっております。でさらにこれコピーとする場合もあるということで、見開きですね、この喉の部分といいますか平らになるコピーしたときにきれいに写るようにという特殊な製法を使っております。で本文には QR コードも随所に入れまして、YouTube ですとかいろいろな動画とも連動できるようになっております。あと市の方ではホームページも用意しましたのでそちらの方からも一部ですけどもご覧いただけるようになっております。このような形で小学生の皆さんにいつでもどこでも横手大好きという胸を張れるような、なっていただけるようにこれからも郷土学習を進めていきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。